左肩ががが痛くなってししままううのですがというご質問が来ましたおそらく左肩が痛くなってしまう人というのは極度に腕をピンと張った状態でバックスイングしていてそのままインパクトに行くと、まあ、衝撃がほぼ左肩にきますしバックスイングでも毎回この片手をこう体から遠ざけた状態で支えるというのはかなり難しいです 重たい状態になりますですからかなりこの左肩の中に負担がかかりますのででもこの状態から体を回していくともう左サイドで引っ張っていく形にしかできませんのでこの左の肩のの肩裏側の中がが痛くななりりそうなイメージがありますですからアドレスで構えた腕がたわんだ状態の左肩ぐらいの針あんまりこう腕がピーンとのストレッチされたような形ではなくただ体を回してこのように。 今までより腕が頭に近いような状態のバックスイングの形を取っていただいてスイングすることをおすすめしますそうしないとピンと伸ばしてもう伸ばしたところで右手が遠くなってしまいますので右手は全く使えない状態になってしまいますので右手が使えないともう左手ただこう利き腕ではない左腕で戻しに行くだけの作業になってしまいますのでかなり右利きの人にはきつい状態かなと思いますですから 右も使えるように左手はあまりピンと伸ばさずにアドレスで構えた長さのまま体で上げてそのまま距離感を変えずに振り抜いていけるようなイメージを持って練習していただければこのように振り抜いてそんなに負担インパクトでも負担がありませんし振り抜いていけばそんなにどこかでガツッとこう痛みも出にくいと思いますのでまあぜひあまりピンと伸ばさず そして回転で打っていただければと思いますい,いつも動画見ていただきありがとうございますチャンネル登録、評価お願いしますゴルフでわからないことが下のコメント欄に書いていただけると、えー、動画でアップしたいと思いますので、えー、よろしくお願いいたします